生誕 T シャツを作りますそのためにショールームを始めました。なんと生誕 T シャツの締め切りが今日まででしたのでちょっと急いで作んなきゃなと思ってます。でもね、もうね、大体案はね決まってるんですけど、ちょっとさ、 T シャツの色とかさ、やっぱみんなに買うのは、着たりするのはみんなだから、ちょっとみんなに聞きながら作ろうと思ってちょっと来ました。まず T シャツですね。 T シャツを作らなきゃいけない。そう、もうね、そうなのよ、いつもこの時期なんですよ。生誕 T シャツ割と締め切り早めです、いつも。ねえルーちゃん、それガムちゃんのだから食べないで。そう、黒か白かが無難だよね。確かにそうですよね。今ね、候補がね何個かあって、あの今年の生誕 T はガムとのツーショットにしようと思ってるんですけど、なんか写真の候補がいくつかあって、ちょっと今ね迷ってるんだよね。でも白黒になっちゃうから、なんか一番二人とも決まってるやつが、なんかねちょっとね、私が歯磨きしたやつで歯磨きしてるやつで、だからどうなのかなと思って。あ、ガムちゃんのソロ希望。あ、別にガムちゃんのソロでもいいですよ、全然。ガムちゃんのソロの方がいいかな、その方が着やすいよね。なんか最近ガムの昔の写真をめちゃくちゃなんかあの漁ってて、なんかこれがマジで可愛すぎて、確かにガムだけでもいいかな。もうなんかモデルさんですよね、もう可愛すぎて。確かにこういうの、この写真とかでもありですもんね。全然可愛いもんな、ガムちゃん。ね、可愛いよね。だからバッグの方をガム、私が描いたガムの絵にしようと思ってて、そうで T シャツを2人のツーショットにしようかなと思ってたんですけど、ちなみにツーショットはこういうなんかちょっと何気ない日常じゃないですけど、やっぱこの背中に乗ってるのがすごい可愛いなと思ったので、これかこの歯磨きしてるのにしようか迷ってるそう、どんちゃんから締め切り昨日と、え、本当に、やばいやばいやばい、締め切り昨日だったの。違う、私今日マネージャーさんに言われて締め切りが今日だって。そう、
はい、今日マネージャーさんに言われました。でもそう、なんかね、なんか1月の何日かっていうのを覚えてたんだけど、ずっとね、あ、これルーちゃんです、実家猫の。その顔で写んだよね。なんか申し訳なさそうに写んの。あ、ちょっとね、ガムちゃんもいるんだけど仲悪いんですよ。だからちょっと睨み合ってた、ごめんごめん。そんな気まずそうな顔しないで、今写ってるから。そう、本当はね、いつだろうなって思ってたのけど、まさか今日だと思わなかった。いつだろうなってずっと思ったんだけど、これ白くなったらどうなんだろうな。なんか歯ブラシ、歯磨きしてても歯ブラシ加えてても変じゃない？この画角が結構好きなんだけど、まあでもこれも結構好きだけど、木の方にしようかな。ガムチの写りがこっちの方がいいんだよね。そう、これをこのグッズ担当の方に白黒にしてもらって、感じなので、まあ私がすることはもうないというか、これを、この写真を提出します。はい、これで OK。 T シャツは、じゃあ次は T シャツの色だね。 T シャツの色は何色にしよっか。めっちゃあるんですよね、T シャツの色によって変わるもんな。迷うな。真っ白の T シャツにしようかな。あれ、ホノノってどんなんだっけ、今年の生誕 T シャツ。なんか炎の写真系にしてましたよね。あ、ミオマルもしてたのか。ホワイトかブラック、ブラックにしようかな。迷う、めっちゃ迷う。ガムちゃんは今ベッドの上で遊んでます。ルーちゃん映る？ルーちゃんでも、ね、抱っこ嫌いなんだよ。ほら、めっちゃ怒られたんだけど、ガムしか抱っこ好きじゃないから。あ、押し行きのキットソンミー、あ、確かに水色可愛かったね。私割と、なんか何色だろう、あれは黄土色みたいな、灰色じゃない、肌色みたいなやつもめっちゃ好きだったんだけど。田辺さんいるの？本当？田辺さんにガムの絵描いてほしいわ。ガム、あ、ガム、みんなに挨拶して。田辺さんにガムの絵描いてもらおうよ、ガムちゃん。ね、田辺さん描いてって。田辺さん、痛い。田辺さん描いてって。ガムの絵描いてくださいって。おい。ガムおいで。高いよ、だって田辺さんならちちょって書いてくれそうなのにな。ガムおいで、田辺さんに顔を見せよ。ガムの絵書いてくれるかもしんないよ。ガムチ見えないよ。
ちょっとご機嫌がね悪いですね、ガムちゃん。ほら、この可愛い顔見せな。ちょっとガムちゃん、ガムちゃん、ガムちゃん落ち着いて、ガムちゃん落ち着いてね、ガムちゃん。いや、仲良しなんですけどね、ちょっとちょっと今日機嫌悪いですね。ここにこいつ置いとけば多分いつか来るんで、ちょっと座っといてもらって。え、何色にしよう、めっちゃ迷う、めっちゃ迷うな。そう、めっちゃめっちゃガムに噛まれ、ガムちゃん、ガム、ガム、ガム、こっちいてよ、ガム、ガム、ガム来て。あ、ちょっとね、嫌いな、あの仲悪い猫がちょっとこのテーブルの下にいて、ちょっと居心地が悪いらしい。さすがにガムも居心地が悪いらしい。ちょっとガム、ガムチ、ガムチ、ガム、ガム、ガム、おいで、ガム、どうしようかな、何色にしようかな。まあでも無難にちょっと白。ガムおいで、ガムおいで、ねえ、ちょっとお尻丸見えになるよ、ガム、恥ずかしいよ。こっちおいで、こっちおいで、ねえ、お尻丸見えだよ、ガムちゃん。全然見えてないんだけど、私ねえ、ガム、ガム、ガム、ねえ、ガム来て、こっち来て。ダメだ、やっぱね、仲悪い猫がいるからね、ちょっと許せないらしい、ここに来るの。黒、黒にしようかな、黒か白か迷ってる、どっちがいいかな。バンされた。猫のお尻はセーフじゃないの。ガムチ、ガムチ、ガムチ、ね、ガムチ、どうしようかな、色は、色悩んじゃうな。ピンクだとみんな着にくいんだろうな。ガムちゃんやめて、ガムちゃん。まあ、ちょっと私は白推しなんですけど、ガムちゃんカラー、ガムちゃんカラーってなんだろう、茶色とかかな、チョコレートという色がありますね。中途半端に色にするぐらいだったら白か黒がいいと思うんだけどな。そう、本当はピンクがいい、本当はピンクがいいんだな。白、うん、白にしよっかな。まあ、てか個人的にあの黒よりも白の白の T シャツの方が似合うんで、わかんない、なんかわかんないけど、黒よりも白の方が似合うと自分で思うので、白にしようかな。ホワイトって色にしよう。アイボリー、去年は多分アイボリーにしたんですけど、
今年はホワイトって色にしようかなと思います。それでこのガムチと仲良しのこれを白黒にして載せてもらう。よし決めた。でバックプリントは、いや私が描いたガムチの絵をポンって首ら辺に置こうかなって思ってます。ガムチおいで、しゃっくりしてるの？しゃっくりしてるね。ちょっとお水飲んでしゃっくりしてます、ガムちゃん。以上。このペン書けんのかな。ガムちゃんの絵難しいな、うまく書けるかしら。キシトラの絵ってむずいよね。ねえやめて、ガムちゃん、ガムちゃんやめて。ちょっとごめんね、ここに、はい、ね、かわいいよ、ガム今かわいいよ、かわいかった今ね、噛むのやめて。ちょっとガムちゃんやめて。キジトラの絵が難しすぎる。難しいな。でも最近すごいガムの顔を絵描かなきゃだからさ、よく見るようになったんですけど、なんか眉毛みたいな柄になっててすんごい可愛いんですよ。どれだったかな、めっちゃ可愛かったんだけどな。これだ、これなんかちょうど眉毛みたいなんですよ。ここがわかるかな、ここ目の上のやつがさキリッてしてて眉毛みたいで、なんかちょっとまあブスなんですけど、これはちょっとこれはガムの可愛いところだなと思って、それを描きたいんですけれども、ちょっとうまく描けるのかなっていう。いつもエゴさんの絵をめちゃくちゃバカにするんですけど、まあちょっと人のことを言えないかもしれない。ガムチの顔の輪郭は、あでも逆三角形だな、ちょっと下手だな。ちなみになんですけど、本日はこの画用紙は甥っ子がいつも使っている画用紙を勝手に使わせていただいています。ねえ、待って難しいな。めちゃくちゃ難しいんだけど。そう、眉毛わかります？口元はなんか、ガムっぽくないな、ちょっとやばい、難しすぎるこれ。ピンチだ、今日締め切りだと思えないぐらいピンチ。可愛い目の描き方ないのかな、なんかちょっと目描くのむずいわ。
ちょっと待って、マジ難しい。どうしよう。これどうしよう。私書けないよ。ガムチちょっと顔を見せてほしいな。いや、こんな可愛いのにな、ガム。こんな可愛いのに絵にできないなんて本当に申し訳ない。ちょっとマムちゃん見えないよ。ガムちゃんねえ、ガムちゃん、おい、なんでない。ねえ、画用紙舐めないで。やめな、やめな。ガムちゃん、ガムチ、ねえ、今何も見えてないんですけど。ねえ、何を行われてるか分かってないよ、みんな。ガムちゃん、ガムちゃん、参ったな、そりゃ。見えないぜ。何も見えてないガム。おお。いや、ちょっとイラストやめようかな。ちょっと今無理、無限界感じてる今。うわ、めっちゃ今、ちょっと写真にしようかなと思って、今限界を感じている。だからバックプリントは、どうしようどうしよう、待って待って、やばいやばいやばい。プリント一色か。ねえ、やめて。だから、まあ後ろはシンプルに、大きしおり生誕祭的なのを英語でおしゃれに入れてもらおうかしら。去年もそんな感じだったよね、私。まあもう後ろとかもいらないか。無地でいいかな、後ろ。なんかした方がいいのかな。写真を載っけて。との写真にして、ここもガムチとの写真にして、また後ろにしたいんですけど、ちょっとうまくいかなそうなので、まあいいや、後ろはなんか既存のやつにしてもらおう。これどうやって提出したらいいんですかね、私これを。これどうやって提出したらいいんだろう。提出の仕方が分かんないっていう。
ろいろ問題が起きてますね。今日締め切り、いや違う、昨日締め切りだったのか。昨日締め切りってこともやばいし、ちょっと本当に申し訳ないんですけれども、今頑張ってやってるんでね。ああダメよ、喧嘩しちゃう。仲良くね、仲良くしなさいね。今背景を透過するアプリを使ってガムをくり抜いてます。チビガムを。ちょっと後ろがね喧嘩してるんですけど、お構いなしで、私はもう締め切りなんでね。こっちはいいな。なんでこんな可愛いんだよ。ガムチの、ガムチの子供の頃。うわ、ちょっとなんかあれにしようかな。なんか最近さ、若者の間で、若者の間でっていうのをなんかなんですけど、なんかね、犬の T シャツとかめっちゃ流行ったんですよ、今年の夏とか。そういう風にしたらいいかな。ガムを使って、たださ、みんなおしゃれになっちゃうわけじゃん。みんなでおしゃれになっちゃえるし、なんかやっぱ私服でも使えるじゃないですか、おしゃれになったら。なんか韓国ブランドとかがね、よくね、そうワンコとか使ってねやってたんですよ、今年めっちゃ流行ってたの知らない？私も犬派じゃないけど飼おうか迷ったんだもん。これでアルバムに保存しよう。
そうそうそう、めっちゃね流行ってたんだよね。なんて スカルプターじゃないっけ。いやでもこれは作るにはちょっと、ほらこういう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 ね、猫とか犬を、あ違う違う、猫とか犬を使ったねスウェットがね爆流行りだったんですよ。ほらなんかこういうワンちゃんの写真とか、こういうのが爆流行りだったんですけど、これをガムバージョンで作りたいですよね。どうやって作るんだ。ちょっと最近こういうなんか画像加工とかさあんまやんないからさ、ちょっとさすがに下手くそになってるよね。かわいい、ガムチかわいい。かわいいよ、めちゃくちゃ。あんたいや、ちょっと待って、でもどうしようどうしよう、マジで困ってる今。ガムチ、あんたの T シャツ作ってんだよこっちはよ。おい、どうしようどうしよう、マジで困った。アイムガムみたいなやつにしようかな。どうしよう、でもカラーにはできないんだもんね。難しいな。おい、ガムちゃん、あんたすごいね。
1234あと1個ぐらいガムの写真を落としたい。参りましたね。ちょっとやばい、ガムの写真が全部可愛すぎてもう選べない。やばい、親バカ発揮してる。完全に親バカを発揮しているんですけれども、全部可愛いんですよ。でもなったぞ写真を。これで マジ集中しすぎてすいません、本当に。なんたって今日が締め切りなので、ちょっと本当に汗汗しちゃって。みんな生きてる？こんな集中してる人のやつを見せてしまって。暴れ回ってるガムちゃんでも見といてください。ここで暴れまくっているガムの様子でもご覧ください。うわ、かわいいわ。こんなかわいい猫いるってぐらいかわいいんですけど、どうしよう。ガムちゃんかわいいよ。
でででで足痛い足痛い足痛い。ちょっとみんなガムチ見えてる？暴れん坊ガムちゃん。どのガムにしようかな。いてててててどうしたガム？遊びたいの？ガムちゃん。でもすごい図になってない？大丈夫？あんた。めっちゃやばい猫に思われるんじゃない？あんた。あんたこの上で遊ぶのやめなよ。ねえ。やばい猫だと思われてるよ。はい。あっち行け、あっち行け。あっち行け。あっち行け、ガムちゃん。ガムちゃん、ちょっとそこにいられちゃうとさ、いや見えてないんじゃない私。ねえ。見えてないよね、多分。配慮できないかな、ガムちゃん、それは。よしよしよし、いいんじゃない。ちょっと待ってよ、これでうわ、大丈夫ガム。絶対痛いでしょ、今の。大丈夫か、あいつ。
ガム。時代がないかな。わ、いいじゃん。ちょっとガム。マジ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 、めっちゃいいかも、めっちゃいいかもガム。めっちゃいいかも。ただちょっとこれは、いやちょっとさっき T シャツの色を決めたのにあれなんですけども、水色にしようかなと思います。 T シャツを大幅変更。マジうざいよね。ちょっと待ってね、自分の要望を書こう。これはね、毎回ね、言葉にするのが本当に難しくて、あんたコードかじんないで、あんた、あんた何やってんの。ちょっと水色にしようかなと思って。水色はやばいかな。水色に、いや待てよ、うわ待って、ちょっと色の想像でつかなすぎてむずいんだけど、水出てきたし、ね待って、むずいむずいむずい。でちょっと水色に白い文字で、水色に白い文字で黒縁にしてもらって、で白黒のガムちゃんにすればいいね。よしよし、 OK OK OK。要望をここに書きます。ライトブルー、シーブルー、ターコイズ、え、ライトブルーだよね。ライトブルーじゃないかな。これどうやって書けばいいんだ。ここに書けばいい。これをスクショして書こう。ライトブルー、ライトブルー、サックス、サックス、どんなカラーで、初めて聞いたぞ。まあ、本当になかったら白にしよう。ホワイト、まあ、そんなことは絶対ないけど。ダメよ、これは私が鼻水を拭いたもの。
丸一みたいな T シャツにしたいです。シックスプルは K2 の愛に行こうの衣装みたいな感じだね。あ、そんな感じか。水色みたいな感じなのかな。うわ、ちょっとこれだるいな。ふう、お尻に質問です。静岡公演ってまだチケット余ってますか？久々に踊ってるお尻みたいので。いや、もうこの間完売したってやつ見たけど、どうなんだろう。でもなんか当日に入れるみたいにするみたいなのを聞いたけど、わかんないですね。この間見た分にはもう完売してるって感じだったけど、どうなんだろう。皆さんファンの人なら詳しそう。ジュビロ磐田のユニフォームの色がソックスブルーだったはず。あんな感じか。めっちゃ鮮やかな色ですね。いいですね。とても良い。写真は別で送るので綺麗に切り抜いてもらって、綺麗に切り抜いてもらって、白黒になるよね。白黒に。
ガムちゃん今みんな見えてないんじゃない？撮ってほしいです。あと同じ感じで文字をガムちゃんと入れてほしいです。色も よし、これでいいか。このね、伝えるのが本当に難しいんですよ、毎回。こんなもんでいいか。だからシンプルに裏は何もしなくていいかな。後ろなんかやった方がいいかな。しなくていいよね。ちょっとバックプリント何もしなくていいってことも伝えなきゃ。これでいこう。そしてトートバッグをさっきのさっきの私のあれにしますね。ツーショットにするか。うわ、色迷うな。まあでもブラック、去年ブラックにした気がするから、いた。ねえ、なんで、あ、ティッシュめっちゃボロボロにしてんじゃん。ダメだよな。いや、今年はブラックにしよう。ライトグレー、他に使える色が少ないな。
ナチュラル。なんかガムがイライラしてる。写真を送るので白黒で作ってください。で、ねえ、なんで？よし、あとは私の直筆の言葉を入れておしまいです。はあ、やっと終わりますよ皆さん。うわ、なんて書こうかな。お祝いメッセージ、なんだろう。おしゃれな感じにできましたか？多分できると思います。あ、ギルドバトルの時間です。え、確かに、待って、やばい、何時からだっけ。いや、この昨日もね、結局できなかったのよ。できないばっかやんと思われる。15分からだ、私。あと5分だ。ちょっとこのまま置いとこう。で、これを写メで撮っていけるのか。よし、ということで今からあと4分でマネージャーさんに送ります。ちょっとガムちゃん、なんで匂い嗅いでるの。これ好きね、匂い。やめな。わからないことあったら聞いてください。よし、 OK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 。 いけたみんな、いけたよ。終わりました。なんかしたガムちゃんなんかしてましたか。ダメよ、これをゴミ箱にしてよ。いてててて。
よいしょ、はあ、ありがとう、ハートを送ってくれて。はい、一件落着ですね。もう締め切りは過ぎてるらしいんですけど、なんとか間に合いましたね。ちょっと2分後ギルドバトルらしいので、ちょっと参加したいなって思うんですけど、分だ。これどうやってやるんだろうな。どうやって参加するんやろうな。あんま分かってないけど。ねえ、すごいカムちゃん。画用紙。ダメだよ、そういうことしちゃ。かな、あと1分だよ、あと1分なんだが、まだですか。あ、15分もっと。ギルドバトル開戦中。攻撃。分かんない。攻撃したんだけど、どういうこと？あれ、これサーヤかな。サーヤがいるんじゃない、これ。違うのかな、ちょっと分かんないな。あと30分もやんなきゃなんだけど、ちょっと待って、どういうことよこれ。攻撃可能まで14秒13 12 11 10。これ永遠に攻撃していけばいいのかな。え、怖い、なんか、うわ、誰かと対戦してるわ、怖いわ。え、勝てなかったらどうしよう、スキップしよう。待てない。これ一回抜けたらやばいのかな。なんか大丈夫かな。なんかあれしたらよかったかな。ちゃんとさ、なんて言うんだろう、何、ちょっとやめて。モンスターたちを最強にした方がよかったかな。ね、なんで噛んでるの、やめて。あ、敵チームを倒せば終わるんだ。ちょっとあなたすごい噛んでるけど、これ私のじゃないから、おいっ子のだから、やめて。ギルドラ出現。うわ、ちょっと足元気持ち悪いな、苦手なんです、こういうの。何これ、 G スキルって何？何、どうしよう。士気回復みたいなのした方がいいのかな、これ。もしかしてしよう。うわ、守備しなきゃだったかな。わかんねえ。これうわ、やばい。オシリンが敗北したって書いてある。大丈夫かな。守備しよう。わかんない。こう、わからんよ。これ一緒に戦ってくれてんのサーヤかな。サーヤの見た目だと思うんだけどな、これ。お、ガムちゃん、ガム
ガム、ガムやめて、コードやめて。うわ、なんかまた来たよ。うわ、ドラゴン2匹いるんだけど、ちょっと焦るわ。どういうこと？え、士気 2% しかないやん、死ぬやん。ちょっと待って、回復しなきゃじゃない、私やばいよ。全然回復できないじゃん、これ。何これ、攻撃していいのかな。攻撃してみよう。やばいやばい、あと 1% で死んじゃう。待って、死ぬとかあんのかなってか分かんない。何これ、むずすぎ。結構きついんだけど。私あと回復1個しかないんだけど。え、もう負けそうだよ、うちのチーム。あ、だからみんなでこれやんなきゃいけないんだ。毎日サボってましたが、あ、負けちゃったよ。うん、負けました。ダメじゃん、負けましたよ。マッチング中。あ、ちょっと分かんないな、難しいな。でもちょっといい経験になりました、今日初めて絶対大失敗やったけどギルドバトルをちょっと経験できていい経験になりました。はい、頑張りますね次。そっか、参加人数多い方がいいのか。じゃあ本当にマジで、ギルドメンバー、ギルド同じギルドの人と時間を合わせて戦った方が良かったんだね、これ。そっか、ごめん、今までサヤとか一人で戦ってたかもしれないね、これは。と思うとちょっと頑張ります。はい、個人で強くしときますはい、ということで皆さん見ていただいてありがとうございました。生誕 T はなんとか完成しましたので、ぜひ、完成して発売される日を楽しみに待っていてくれたら嬉しいなと思います。ちょっとエアコン乾燥するから止めよう。はい、というわけで皆さんありがとうございました楽しみにしててね、お金貯めといてね、生誕ティーが出るまでじゃあバイバイ、おやすみなさい。バイバイ。